イブレアは、イタリア共和国ピエモンテ州鳥の県にある都市で、その周辺地域を含む、人口、約2万3000人の基礎自治体イブレアとも表記される。カナベーゼ地方の中心都市である。ドーラ・バルテア川下半に位置し、イタリア側から、バレ・ダオスタを経由して、アルプスを越え、フランスに至る街道の入り口にあたる。毎年2月に行われる。 市民が9組に分かれて、オレンジをぶつけ合う行事、オレンジ合戦で有名である。イタリア語以外では、以下の名称を持つ。鳥野県北東部に位置するコムネで、ビエラから南西へ 18km、州都、県と鳥野から北北東へ 47km、ノバーラから西へ 58km の距離にある。鳥野県外略図市内をドーラ・バルテア側が、 北から南へ流れる。イブレイアは、盆地の底にある。この盆地は、戦死時代には大きな湖であった。都市の周辺には5つの、小さな湖がある。イブレイアとその周辺地域には、戦死時代から人類が定住していた。紀元前5世紀頃からは、ケルト人がイブレイアに村を築いていたと考えられている。しかしながら、 都市としてのイブレーアが歴史に最初に姿を現すのは、紀元前100年、伝統的に北、イタリアへのアルプス越え進行ルートの一つであった。この地を防衛するために、共和制ローマが、前哨基地を築いた時のことである。この都市の名を、ラテン語で、エポレディアと言った。西ローマ帝国の崩壊後は、6世紀から8世紀にかけて、 ランゴバルド人の下で広告の首都となった。9世紀には、フランク人の下で、白爵領の中心地となった。1001年、都市の支配者アルドゥインは、司教、ワルムンドとの争いを経て、イブレア編教領を征服した。アルドゥインは、後に、イタリア王となったが、彼が没死王朝が耐えると、都市は再び司教の統治するところとなった。12世紀、イブレアは、 コムーネとなったが、当初は、フリードリヒ2世によって搾取された。都市国家イブレーアは、司教モームフェラーと広告、サボイア家と争った。1356年、イブレーアは、サボイア博アメデを6世に征服された。以後、16世紀後半の一時的なフランスによる、併合の時期を除き、1800年まで、サボイア家の支配下に置かれた。 サルデーニャ王国の元イブレイア公の称号を帯びた、唯一の人物として、ベネデット・ディ・サボヤがいる。1800年5月26日、ナポレオン・ボナパルトは、イブレイアに入場し、以後1814年に失墜するまでこの都市を支配した。20世紀のこの都市は、タイプライター製造から、計算機、コンピューターの製造も手掛けた。 オリベッティ社の創業地として著名である。毎年2月にイブレアの社肉祭が開催され、その中の市民が9組に分かれて、オレンジをぶつけ合う、オレンジ合戦が有名である。オレンジ合戦が考案されたのは、19世紀初頭。オレンジ合戦中世、フランスからローマに向かう巡礼路であった、フランチジェーナ街道の一部に当たっていた。イブレア駅高速道路は、 地域内を通過していないが、地域に近接して、以下の高速道路が走る。両者は、イブレーアの南西郊外で分岐する。地域の西を南北に、アウトストラーダ a 語が走っており、イブレーヤ出入り口がある。地域の南側を、アウトストラーダ A4 が東西に走っている。w i k i デ e d i a ンズには、イブレーアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。